昭和17年4月12日日曜日、曇り。日中、家内の父と桜を見に出かける。夜は家内に代わって夕飯を作る。家内の婦人雑誌から選んだのは入り玉もどきなり。卵は配給で買えるはずの分も最近はなかなか手に入らない。隣組では金を出し合って養鶏を始めようなどと言っているが、素人がおいそれと始めてうまくいくのか、甚だ疑問である。とりあえず試しに10羽白色レグホンを買うことになった。家内は鳥全般が苦手だから、世話当番は私がやらねばならぬ。どうも足の形が気味悪くてゾッとするとのこと。なるほど、致し方なし。ではこしらえていこう。卵の代わりに使うのは生大豆粉である。まずはちょっと米の準備をしてしまう。今日は日本米が3割に外米が7割。家内と2人分で1合を用意した。土鍋を使った炊き方を知りたい場合はこの辺のこの辺だなをご覧いただきたい。土鍋で飯を炊くのもすっかりお手の物である。では炊いている間に入り玉もどきをこしらえよう。まずは生大豆粉。これが困ったことに分量が書かれていない。今回卵の代わりにこれを使うわけだから、そうだな、卵1個ってこれくらいか。よし、卵1個分どさり。家内と2人分だから卵2個分どさり。豪勢に3個分どさり。3個分次に青豆だ。これは乾燥したものを事前に水で戻して茹でておいた。うまい、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 うまい。これも分量が書かれていないが、一人一つかみとするか。家内と二人で二つかみ、二つかみ。そして干しエビ、これも水に浸しておいた。これも適当に一つまみ、二つまみ、二つまみ。あとは水でポツタリと溶くのだが、干しエビの戻し汁はもったいないので使おう。これをかき混ぜる。これまだポツタリじゃないな。これまだポツタリじゃないぞ。それにしても大豆粉ときな粉で何が違うのか気になってさっき家内に聞いた。どうやら大豆粉は大豆をそのまま粉にしたもの、きな粉は大豆をいってから粉にしたものらしい。家内は存外物知りである。味付けは塩と醤油で薄味に仕上げる。さ、生地ができた。なんとなくこれくらいの硬さがポツタリという感じかな。あとはこれを焼いていく。卵焼きの要領で薄く流し込むべし。生地は余すことなく使うべし。薄く薄くするべし。あとは蓋をぴっちりしてとろ火にかけしばし待つ。今日日中義父と桜を見に行った。足の悪くなった義父の手を引いて家内は花を指さしながらしきりに話しかけていた。義父はしかし花には興味なさげである。いや、興味がないというより花を見ているのか見ていないのかなんだか半然としない。帰り道ふと義父の眼鏡が汚れていることに気づいた。同じく眼鏡を使っている身からするととても放っておけないほどである。ちょっと貸してもらってハンケチで拭って差し上げる。家内が言うには以前は神経質なほど綺麗にしていたらしい。私もいずれ眼鏡の汚れが気にならなくなるのだろうかと考えた。さあそろそろ頃合いである。よしよし、上の方まで火が通っているな。うん。これを入り卵と同じ要領で箸で端からほぐしていく。
箸で端からほぐしていく。何か箸で端から。献立にはこう書かれている。色も形もいり卵とそっくりになります。私にはどうもおからに見えて仕方がない。いや、おからってことはだよ。だから、つまりは大豆だよ。よ、やっぱり君は卵じゃなくて大豆じゃないか。大豆じゃないか、君は。まあいいか。これでいり卵もどきは完成だし、飯も頃合いである。うまそうだが、外米が多いからややパサついているな。まあこればかりは致し方なし。いり卵もどきを飯の上にかけて、いり卵もどき丼の完成なり。いただきます。おっと、まずはいり卵もどきだけで食べてみよう。まあまあやれる。でもちょっと粉っぽい。干しエビの旨味もしっかり出ているし、青豆の食感も楽しい。なかなかやれるが、しかし卵じゃないな。近いのはおからだな。粉っぽいおから。結構しっかりと火を通したが、どうにも大豆粉の粉っぽさが消えないな。家内はというと、卵じゃない、卵じゃないと念仏のように繰り返していた。しかもこれまで作った献立の中でもすこぶる反応が悪い。粉っぽさにすっかり参ってしまったようで、食うのにやたらと時間がかかっていた。確かに食えば食うほど口の中の水分が持っていかれる。外米もパサつくからずっと口の中に居座っている。ああ、卵もどきなんて名前つけずに花からおからと名乗ればよいものを。変に期待させるからこうなるのである。まったく、ごちそうさま。またうまいものを作ろうと思う。